エジソンはアメリカ合衆国ニュージャージー州ミドルセックス郡のタウンシップである。人口は2000年国勢調査で97,687人であり、州内の自治体で第5位だった。2010年国勢調査では99,967人でウッドブリッジタウンシップを過労じてかわして州内第5位を守った。 現在のエジソンとなっているところは、当初1870年3月17日のニュージャージー議会の法律でラリタンタウンシップとして編入された。この時はピスカタウェイタウンシップとウッドブリッジタウンシップの一部から切り出された。1900年3月20日にはメテューチェンを1905年3月15日にはハイランドパークの街を作るために、 それぞれ一部を切り出した。町名は1954年11月10日に正式にエジソンに変えられた。これはその8年前に成立した住民投票の結果を受けたものだった。2006年のマネーマガジン最も住みやすい場所によれば、エジソンはアメリカで28番目に住みやすい小都市となっており、ニュージャージー州では2番目だった。 2008年では同じく、マネーマガジンのアメリカで住みたいところ100ケツのうち35位だった。2006年のモーガン・クイットノーによるアメリカの安全な都市調査では、全国371都市中23位だった。2009年、US ニュースワールドレポートによるアメリカで最も子供育てたい場所10ケツに入った。このランキングは、低い犯罪率。 強力な教育、緑地率及びレクレーション活動の豊富さを指標にしていた。エジソンタウンシップは、元は、ピスカタウェイタウンシップとウッドブリッジタウンシップの一部から構成され、17世紀に設立された。最も初期の集落はピスカタウェイタウンであり、南部のプレーンフィールドアベニューとウッドブリッジアベニューの交差点に近くセントジェームズ教会とピスカタウェイ。 広場の周辺を中心にしていた。この街は以前は、ラリタンタウンシップと呼ばれ、現在ハンタードン群にある、ラリタンタウンシップと混同されることがある。1876年、トマス・アルバ・エジソンが、メンローパークと呼ばれた、ラリタンタウンシップの成功していなかった、住宅開発地にその家と研究室を作った。エジソンが蓄音機や、 商業的に販売可能な白熱電球のフィラメントなど有名な発明をしたのがこのメンローパークの研究室だった。クリスティー通りの街頭に世界で初めて電球を採用した。エジソンは1886年にウェストオレンジにその家と研究室を移した。ピスカタウェイタウンの集落に近いラリタンタウンシップの一部は製造業者で 地域社会の指導者だったルイス・ニクソンにちなんで、非公式に、ニクソンと呼ばれていた。第一次世界大戦が始まって間もなく、ニクソンは、ニクソンニトロ化工場と呼ばれる、大規模な気発性化学品加工工場を設立した。 1924年にこの工場が爆発して20人を死亡させ、街の数平方マイルを破壊する火事になる事故があった。1954年、発明家、トマス・エジソンの栄誉を称えて町名が変更された。この時の住民投票では、ニクソンと解明する提案は否決された。エジソンの町は現在ニュージャージー州でも最も、 成長率の高い街の一つである。2000年の国勢調査では、州内で5番目に人口の多い自治体だった。上位には、ニューワーク、ジャージーシティ、パターソン及びエリザベスの各市が来ていた。エジソンは75以上の民族社会がある主に、中流と中上流階級の街である。ハイランドパークに次いで、州内最大のユダヤ人社会があり、 多くのシナゴーグが建っている。また、インド人の地域社会も成長しており、宗教的需要を満たすための寺院も多くある。住民に、インドや中国出身者が多いことを反映して、中国海北省の石や彰子を呼び、インドのバドーダラーと姉妹都市を結んでいる。またイスラム教徒も多く、いくつかのモスクが建っている。 ルーズベルト公園エジソンは、北緯40度32分18秒整形74度22分43秒、北緯40.538204度整形74.378585度、40.538204-74.378585に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、エジソンの地域全面積は30.7平方マイル。このうち陸地が30.1平方マイルであり、水域は0.6平方マイル。水域率は1.86%である。エジソンは、メテュチェンボローを完全に取り囲んでもいる。エジソンは交通の中継点であり、街中を通りニューヨーク、ボストン、フィラデルフィア、 トレントンなど、アメリカ合衆国北西部の主要都市とをつなぐ、広範なハイウェイのネットワークがある。州道27号線と440号線が通り、アメリカ国道1号線も街を通っている。週刊高速道路287号線も通り、週刊高速道路95号線の南端とつながっている。 ニュージャージーターパイクの部分5マイルも街に入っていて、10番、出口は13車線の料金所と、特徴あるインターチェンジになっている。サウスエジソンにあるエジソン駅からは、ニュージャージートランジットの列車で、北東海路線を経由して、ニューヨーク市やトレントン市に行くことができる。しかしノースエジソンの通勤客は、近くのイズリンにあるメトロパーク駅か、 メテューチェン駅に近いのでこちらを利用している。ニュージャージートランジットのバス便は、ニューアークに向かう路線などがある。また、エジソン鉄道駅までのバス便もある。中華航空が台北に向かう便とつなぐために、ジョン F ケネディ国際空港に向かうバス便を走らせている。ゲーム配給会社、マジェスコエンターテインメントがエジソンに本社を置いている。 エジソンに倉庫などを置く会社があり、フェデックス、ユナイテッド、パーセルサービス及びニューエッグの地域中継点になっている。エジソンはニュージャージー州の中でも多様化した町である。エジソンとミドルセックス食の周辺地域社会はアジア系アメリカ人の文化的多様性の地域中心として知られている。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。 2000年国勢調査では、住人の17.75%が、インド系アメリカ人と申告した。これは、アメリカ合衆国の中で、その先祖を特定した住人が1000人以上いる場所では、インド系アメリカ人の比率として最も高い数字となっている。エジソンの政治は、民主党を支援する傾向にある。2004年アメリカ合衆国大統領選挙で、 エジソンの町では、ジョン・ケリーが、ジョージ・ W ブッシュに勝った。エジソンの町は、強い町長、委員会の形態であるフォークナー法のもとに収められて、おり、一人の町長と七人の調整委員会がある。調整委員会の委員は、町全体を選挙区にして選ばれ、三年任期であり一年おきに三人、または四人の委員が選挙される方式である。現在の町長は、 アントニア、トにリッシグリアーノであり、初の女性長長である。2005年選挙2005年6月の選挙では、韓国系アメリカ人ジャン・チョイが良き政府の綱領と民主党改革を訴えて出馬し、予備選挙では長く、現職にあったジョージ・エース・パドロを56%対44%の得票率で破り当選。エジソンの歴史で、 初めて新人が民主党予備選挙に勝利した。チョイは2000年の大統領選挙で応援したビル・ブラッドリーを含む民主党主流指導者たちから支援を受け、伝統的に候補者には中立である組合の多くからも予期しない支持を得た。その後の一般選挙で共和党からの対立候補はいなかったが、元民主党で独立党に変わったウィリアム・スティーブンスの 挑戦を受けたアメリカンプロスペクト氏は2005年超長選挙で、チョイが制する予測を掲載した。その理由は一運動の過程で、新しい有権者を引きつけている。に良い政府のメッセージサンゴルマーと反対すなわち、経済的構成のテーマ4にインターネットを使った、効果的な進歩波動員、が挙げられていた。投票日の2005年11月8日、ジャン・チョイは、 非公式開票結果の12,126票対1 1 9 3 5票で勝利を宣言した。しかし票差が小さかったので、スティーブンスは最終形とさらに再選挙を要求したが、どちらも不成功だった。2006年1月1日、34歳のチョイがニュージャージー州知事ジョンコーザインの前で宣誓し、エジソンの歴史で最も若い町長になった。 チョイは2009年の選挙でも再選を目指したが、予備選挙でアントニア、党にリシグリアーノに敗れた。リシグリアーノは一般選挙でも勝利し、2010年1月1日に就任した。最近のエジソンの調整は事業を誘致する、歩ける社会を創設するために、街の区分け計画に関わっている。一方で、広い空間と公園を維持し、 通勤用を交通機関に容易にアクセスできるようにしている。この戦略はスマートな成長を奨励する意図がある。ウォルマート論争、エジソンの政治は2005年の町長選挙以降、小売巨大企業ウォルマートがエジソン中心部の週刊高速道路287号線とニュージャージー州道27号線の交差点近くで店舗をオープンすることについてに極化してきた。 チョイ町長の一つの主要な主張はエジソンにウォルマート店舗を建設することへの反対だった。チョイはウォルマートの店舗建設計画に対して戦うことを誓い100人以上のボランティアが彼の側に加わった。しかし、ウォルマートはチョイに対して法的手続きを取り、ニュージャージー州最高裁判所はチョイに不利な判決を下し、町が ウォルマートの建築申請を認めるよう命令した。店舗は2008年11月初旬にオープンし、ちょい町長は町長になる前の選挙で、反対していたにもかかわらず、店舗開店のためのリボンをカットした。アメリカ合衆国会議員選挙では、エジソンは第6及び第7選挙区に属しており、現在はそれぞれ共和党と民主党の議員を選出している。 ニュージャージー州議会では、第18選挙区に属しており、上院議員1人は、民主党、下院議員2人も民主党議員名を選出している。ミドルセックス軍は7人のメンバーからなる、選出自由保有権者委員会が収めており、委員は、全軍を選挙区に選出され、3年任期で交互に、選出されている。2007年から2008年教育年のデータに、 基づいた、ニュージャージー・マンスリー氏は、ニュージャージー州で調査した、公立高校316校の中で、JP ・スティーブンス高校を52位に、エジソン高校を177位にランクした。エジソンは、エジソンタウニシップ公共教育学区にあり、11の小学校、4の中学校及び、高校2校がある。 2006年から2007年教育年では13,697人の生徒1,130.7人の教師がおり、生徒と教師の比率は12.1だった。二つの公立高校でエジソンを南と北に分けている。南のエジソン高校校区では、幼稚園生から5年生の小学校が6校ある。中学校は6年生から8年生で2校ある。 JP スティーブンス高校のある北地区には小学校が5校、中学校が2校ある。ミドルセックス軍カレッジは、公立で2年生、コミュニティカレッジであり、エジソンのウッドブリッジアベニューと見る道路の交差点にある。ラトガース大学のリビングストーンキャンパスが、元のキルマーあり区軍基地跡にあり、一部がエジソンの町内に入っている。ミドルセックス軍カレッジには、 科学、数学及び工学を教える、工学系高校である、ミドルセックス軍アカデミーも入っており、ミドルセックス軍職業技術高校の一部である。この高校は、ミドルセックス軍10人には無料だが、入学には試験、過去の成績及びその他学科活動と、課外活動が求められる。軍周辺から約140人の生徒が通っている。私立学校としては、 ウォードローヘリテージ学校、ジョージアール司祭高校、ラビ、ジェイコブ・ジョセフ・エシバ学校、エシバ・シャーレーザイオン、ラビ・ペサク、レーモン・エシバ、セント・ヘレナ学校、セント・マッシュ学校、レイクビュー学校及びアワー・レディ・オブ・ピース学校がある。さらに、私立工業学校である、リンカーン工業学校が、オークツリー道路にキャンパスを構えている。エジソンでは、 かなりの数のアジア系中国人が長年中国語を学べる中国人学校の設立を求めてきた。1998年、花夏エジソン中国人学校がトマス・ジェファーソン中学校内に設立された。しかし、台湾出身の多くの家庭はその子供たちを反対児を教えるジョニー・アダムズ中学校内にあるエジソン中国人学校に通わせている。 現在及び過去の著名なエジソン町民には以下の者がいる。ありがとうございます。